闇の帝王ドンベルリン強奪作戦は2011年に公開されたインドのアクションスリラー映画2006年に公開されたドンカコを消された男の続編であり前作に引き続きファルハーンアクタルが監督を務めシャールク・クカーン、プリアンガー・チョープラーが主演を務めている2007年に続編の構想が練られて企画が一時頓挫したものの2010年に 再び企画が始動し、ベルリンの各所で主要撮影が行われた。2011年12月23日に、テルグ語、タミル語吹き替え版を含め 3D、2D で公開された。映画はキャストの演技やプロダクションデザイン、アクションシークエンスなどが高く評価されたが、ストーリーのペースと音楽については酷評された。興業収入は23億8000万ルピーを記録し、 2011年のインド映画興行収入ランキング第4位となった。第57回フィルムフェア賞では、最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀主演男優賞にノミネートされ、最優秀サウンドデザイン賞、最優秀アクション賞を受賞した。2007年に続編の制作が発表された。しかし、 主演のシャールク・カーンが肩の手術をするため制作に遅れが生じてしまう。アルジュン・ラーム・パールとイーシャ・コピカール以外の主要キャストは引き続き出演し、新キャストとしてララだったとクナル・カブールが起用された。監督のファルハーン・アクタルは続編制作の理由をキャラクターを探索する自由がたくさんあるためと語っている。また、シャールク・カーンは撮影のために腕に、 D のタトゥーを入れ、このタトゥーに著作権を設定した。シャールク・クカーンにとっては、ダー・ベジーガー以来の悪役としての出演作となる。チョープラーは撮影のために2ヶ月間マーシャルアーツの訓練を受け、ボーマンイラには役作りのために 12kg 減量し、冷酷で狡猾なキャラクターに見せるためにヒゲを生やした。前作に出演したイーシャ・コピカールが降板したため、 シャールク・カーンの推薦でビルで彼と共演したララだったが新たに起用された。撮影現場となったベルリン2010年10月からベルリンで主要撮影が開始され、本作は同地で撮影された最初のボリウッド映画となった。ベルリンでの撮影が許可されたのはシャールク・カーンがマイネームイズ・ハーンのスクリーニングのために第60回ベルリン国際映画祭に出席した。 後のことだった。撮影に先立ち、ドイツ政府はウェブサイトで映画の撮影をサポートすることを発表している。2週間の撮影のために70人のインド人スタッフがベルリンに滞在し、ブランデンブルクモン、アレクサンダー広場、フランス大聖堂、イーストサイドギャラリーで撮影が行われた。ベルリンでの撮影では680万ユーロの費用がかかったが、 ドイツ政府は補助金として300万ユーロを提供している。シャールク・カーンは大半のシーンをスタントなしで演じている。ベルリンでは300フィートのジャンプシーンを演じている。カーチェイスの撮影はブランデンブルク門を含む主要道路を3週間封鎖して67台の車を使用して行われ、道路の周囲に日常生活用の迂回ルートが作られた。 リティクローシャンのカメを出演シーンもベルリンで撮影されたが彼の出演は公開まで隠されていた。ベルリンでの撮影は2010年12月に終了した。2011年2月からはマレーシアでの撮影が開始され村下で刑務所のシーンが撮影された。またシャールク・クカーンはハリウッドのスタントマンで本作のアクション監督を務めたボルフガング・シティグマンからトレーニングを受けた。 同年9月に歌のシーンが撮影され、11月下旬に5話集で別の歌シーンが撮影され、この曲は映画公開の1ヶ月前に発表された。この曲はアクションシーンのために撮影されたが、実際に映画では使用されなかった。2011年8月に映画が 3D で公開されることが発表された。 3D の方針は撮影途中に決まり、ロサンゼルスでの撮影後に映画全体を 3D 勝利した。撮影には特殊レンズが使用され、プロデューサーの二シュシドアリーは、3D のアイディアは、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2を見た後に思いついたと語っている。3D イノベーターは、アバター、サンクタムに参加したチャック・コミスキーが起用された。編集技師として、 リテイシュソに、撮影監督として、ジェイソン・ウエストが起用された。デジタル・インターミディエートと VFX は、フィクション・スタジオが担当し、3D 変換は、リライアンス・メディアワークスが担当している。前作に引き続き、ジャーベード・アクタルが作詞、シャンカル・イフサー・アンロイが作曲している。アルバムには、オリジナル4曲、インストゥルメンタル2曲、ダイアログ、スニペット1曲、 リミックス2曲が収録されている。歌手として、ビシャール・ダドラに、アヌシャ、マニ、ウーシャ・ウサップ、シャンカル・ハマデバン、スニータ・サラティ KK、カラリーサ・モンテイロが参加しており、2011年11月16日に T シリーズから発売された。シャールク・クカーンとプリアンカ・チョープラ・ーリライアンス・エンターテインメントは、エクセル・エンターテインメントから8億5000万ルピーで、 配給券を購入し、マーケティングに2億2000万ルピーの費用をかけている。衛星放送の権利は G、エンターテインメントエンタープライゼスが3億7000万ルピーで購入した。タミル・ナード州とケイララ州の配給券は、スーダ・スクリーンが購入した。音楽の権利は、T シリーズが1億ルピーで購入した。横カヘトポスターは、ジンダギ・ NA ・ミラギ・ドバラと、 同じ日に公開され、予告編第2弾は2011年10月24日に公開された。また、映画はドバイ国際映画祭で特別上映され、さらに、マクドナルドとカフェコーヒーデーと連携して20都市の店舗で Wi-Fi のインターネット無料アクセスを展開し、3D で曲を視聴できるようにした。マーケティングの一環として限定版玩具が発売された。 玩ングはドンの衣装を着たシャールクカーンの人形で、これはボリウッド俳優として初のボブルヘッドだった。また、宣伝のために監督やプロデューサー、キャストがパトナなどの各都市を訪問することになった。一時セキュリティの問題から中断されたものの、ナーグプル、アフマダーバード、ハイデラバードを訪問した。2011年10月にはドンの過去を描いた漫画、 ダン、ザ・オリジンが発売された。また、エクセルエンターテインメントは、インド最大のゲーム会社ゲームシャストラと連携して、アクションアドベンチャーのコンシューマーゲームを開発した。さらにマンゴーゲームズは、ソーシャルゲーム、ダン、ザ・ソーシャル・マブスターズゲームを開発して Facebook に公開した。ゲームは、PlayStation3 プ,プラットフォーム用の Android、PSN で使用できる。シドワーにーは、 インド映画を原作とした4つのプラットフォームで使用できるゲームはこれは初となります。これはどんのような象徴的なキャラクターのためにファンが興奮を維持するための最良な方法だと私は思いますと語っている。2013年2月にはプレイステーションにゲームダンにザ・キング・イズ・バックが発売された。2011年12月23日に インド国内3105スクリーン、世界40カ国650スクリーンで公開された。映画は、ヒンディー語のほか、テルグ語、タミル語吹き替え版も、同時公開されている。2012年1月には、さらに世界84カ国で公開され、2月には、第62回ベルリン国際映画祭で上映された。公開に際し、リライアンスエンターテインメントは、 海賊版対策として、デディー高等裁判所からジョン・ドゥー法令を受け、著作権侵害に対処することになった。公開1ヶ月前に、1978年公開のオリジナル版、団の制作会社、ナリマンフィルムは、エクセルエンターテインメントに与えたのは、ドンカコを消された男の権利だけと主張して、リライアンスエンターテインメントと、エクセルエンターテインメントを訴えた。 12月19日に、ボンベイ高等裁判所は、判決を下し、すでに国内外の劇場で、映画公開の準備が進んでいることを考慮して、訴えを退けた。映画の喫煙シーンには、インド保健、家族福祉省から、アドバイスされた、面積事項マークが付けられている。2012年2月7日にバージョンの DVD、ブルーレイと特別版は4月10日と5月24日に、 それぞれ発売された。公開初日の座席占有率は、インド全域で80%となり、シネマコンプレックスでは75%から80%、シングルシアターでは70から75%となっている。ヒンディー語版は1億4700万ルピーの収益を上げ、当時の歴代ヒンディー語映画第3位、祝日以外の金曜日に公開された映画では、 歴代1位となった。公開2日目、3日目には、シネマコンプレックスの収益増に支えられ、20から25%の収益増となった。公開週末には、ヒンディー5番4億7000万ルピー、テルグ5番、タミル5番合計で1500万ルピーの工業収入を記録した。公開第1週末には7億ルピーの収益を上げ、公開第2週には、 ヒンディー5番で1億4500万ルピーの収益を上げた。週末のヒンディー5番工業収入は62%減の2億7000万ルピーとなり、合計工業収入は9億7000万ルピーを記録した。最終的にヒンディー5番は10億6000万ルピー、テルグ語、タミル語は11億2000万ルピーの工業収入を記録した。パキスタンでは、 公開1週間で1690万ルピーの収益を上げ、それまでのインド映画の記録を更新した。週末には3億7100万ルピーの収益を上げ、第1週の合計工業収入は5億400万ルピーを記録した。北米では公開初週に264万ドルの収益を上げ、2012年2月に公開されたドイツでは11万2027ドル。 オーストリアでは5041ドルの収益を上げた。海外市場の合計工業収入は1124万ドルとなり、マイネームイズ・ハーン、きっとうまくいくについで、当時のインド映画海外工業収入ランキング第3位となった。ファル・ハーン・アクタル非評価からの評価は、賛否混合となっている。ロッテントマトズには12件のレビューが寄せられ、支持率75%、 平均評価6.8、10となっている。ザ・タイムズ・オブ・インディアのニカート・カーズ・ミーは古典的なアクション、クライム・スリラーであり、一瞬でも心が動くことがない。さらに重要なことは、プロットは細かく細工されているが、すべてのねじれとターンは複雑で小さなジグソーパズルのピースのように落ちていると批評している。フィルムフェアのラチット・グプタは、シャールク・クカーン。 チョープラー、イラニの演技を高く評価し、彼らはフラットな瞬間に映画を運ぶ。それは緊張させるものではないが、映画はフィナーレで十分なスリルを提供し、それだけで干渉するに値すると批評した。デジタルスパイのプリアー・ジョーシーは4、5の評価を与えて、ドラマティックな結末を称賛し、それは徹底したボリウッド形式のアクションフェスティバルです。と批評している。 エクスプレストリビューンは映画を視覚的な傑作と呼び、将来のインドアクション映画のために高い基準を作ることになったと批評した。コマルナータは3.5、5の評価を与えたが、前半のペースの遅さを批判した。ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュは3.5、5の評価を与え、後半は映画を別のレベルに移動させたとし、ファルハーン・アクタルは新しいコンセプトを選択し、 古典的なアクションと驚くべきビジュアルでそれを飾り付け、国際的な見た目と感触を与えたと批評した。デイリーニュースアナライシスのアニラタガハは3、5の評価を与え、シャールクカーンの演技とアクションシークエンスを称賛した。ミッドデイは2.5、5の評価を与え、映画は滑らかで、撮影技術は魅力的だが、この手のアクションスリラーに求められるエッジに欠けていると批評している。 rediff.com のラジャセンは映画は印象的だったがカーンの極端な演技によって失望させられ他の俳優たちは十分に活かせられていなかったと批評したラジーブ・マサンドアに・アニーの星を与えて映画を極めて退屈な映画と表現し映画はよく撮れておりシャールク・カーンに釘付きにさせるシーンもあるしかし2時間以上も 興味を引きつけるようなものではない、彼の熱心なファンでさえあくびをするだろうと批評している。サファイのソニア・チョープラーは2.5、5の評価を与え、続編よりも前作の方が優れていると感じたが、アクションシークエンスについては評価している。ヒンドースタンタイムズのマヤンクシェイカルは、映画を終わることがないと表現し、冗長なストーリーを批判した。 シャールク・クカーンは続編について、いつかドンを再び演じるのは素晴らしいことでしょう。私は、ファルハーンに60日間スケジュールを確保して、ダンサンを作ることができると話しました。しかし、私たちは、闇の帝王ドン・ベルリン強奪作戦のラスト10分が、別の刺激的なスリラーに進むための脚本を必要としていますと語っている。また、アクタルはドンのキャラクターに魅了され、 ストーリーを次の段階に進めたいと語ったが、他のジャンルに関心があるため、第三作を制作する予定は当面ないと語っている。ありがとうございます。